Hey guys, it's Rokolo here. Welcome back to Let's Watch Yakuza Kiwami 2. This is the fifth chapter of the main storyline. In the previous episode, we saw the police have started getting involved in the recent bombing at Kamurocho, and Kiryu finding himself at the center of army leaders' fight. Alright, that's it for the quick recap. Let's jump straight into the story. どうしたんだ？大丈夫よ。ちょっとめまいがしただけ。まだ熱が引いてないんだな。大丈夫って言ってるでしょ。ほっといてよ。やめてよ。恥ずかしいじゃない。うるさい。ちょっとそこまで行くだけだ。ここはどこ？俺の馴染みの店だったところだ。そう。無理してついてくるからこうなるんだ。休めばすぐに良くなるわ。あれから営業はしてないようだが、電気は使えるようだ。合流会がクーデターを。合田隆二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか？いいえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会は裏でつながっているのか？間違いないでしょう。合田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か？ということはカムロ町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ？うちの若い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護など。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい？たとえ登場会の大門を外されようと、それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよく分かる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか？俺に対する恨み以外腹の中に包み隠してるもんはないだろうな。ありません。そうか。それなら失礼します。帰ったぞ。
おい、どこにいるんだ。どこ行ったんだ。ああ、さっぱりした。汗で体中がベタベタしてたからサウナにでも行こうと思ったんだけど、隣の店にシャワーがあったから勝手に使わせてもらったわ。そうか。多分昔風俗店だったんでしょ。狭いフロアにあんなにシャワールームを設置して、関西なら一発で検挙だわね。体はもう大丈夫なんか。やっと熱が引いたわ。傷口ももう痛まなくなったし、これでいつものように動けるわ。まだ無理しない方がいい。買い物ありがとうね。なあ、うん？搭乗会の過去を調べるために俺に近づいたと言ってたな。彼の身辺保護をすれば搭乗会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。盗み聞きするつもりはなかった。そこまで分かっていてなぜ神室町に連れてきたの？搭乗会と聞いたからな。興味があるの？まあな。何があったのか教えてくれ。ママが話していた通り、私は本当の親を知らないまま育ってきたの。小さい頃から病気で死んだと聞かされていたけど、ママが何か隠していることは薄々感じてた。そんな時ママが電話で怒鳴っているのを聞いちゃってね。なんて言ってたんだ。カオルは搭乗会のせいで不幸になったってね。搭乗会のせいで。あの時ママは私の過去を知っている人と話をしてたんだと思う。それから十数年、何度となくママにそのことを聞いても何も教えてくれない。そんなこと聞いても幸せになれないって言うばかり。お前の勘違いってことはないのか。ママの反応を見ればわかるわ。絶対に何かを隠してる。でもママを問い詰め続けるのは私も辛い。だから警察官になって自分自身で調べる道を選んだの。お前は両親を搭乗会に殺されたと思っているのか。これだけ自分の生い立ちを隠されたらそう推測するのが普通でしょ。それを確かめるために身辺保護の名目で俺に近づいたってわけか。相手に手の内がバレちゃ刑事失格よね。お前の気持ちわからないでもない。え？俺にも隠された過去があったんだ。隠された過去？ああ。だが俺はそれを知ってしまったことで苦しかった。知らない方が良かったとさえ思った。もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないのか。それは自分の過去を知っている人間のセリフよ。そうかもしれないな。ここなの？俺も初めは信じられなかった。Wow, this place has totally changed.
1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ、久しぶりですね、キリュウさん。ゲリー・バスター・ホームズ。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。そうよ。地下にこんな街があるなんて。驚くのはまだ早い。キリュウだ。誰かいるのか。いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。待ってたで、キリュウちゃん。キリュウちゃんが肩着になってしもうて、この一年めっちゃ寂しかったわ。せやけどキリュウちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。I love Majima. I'm so happy that he's back in the game.何この人。元登場会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。1年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、マジマの兄さん。なんやキリュウちゃん、もう女作ったんかい。このすけこましげ。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第四課主任佐山薫です。よろしく。不景四課？姉ちゃん、デカなんか？キリュウちゃん、どないなってんねん。それより、どうしたんたここにいるんだ？ここの前の親分がいなくなったからや。花屋が？花屋？ああ、一年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや、通称サイの花屋、元警官のおっさんや。なんや、情報を渡すときに花束使うてたら、そないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ？表の人間になったらしいわ。表？なんや、警察の下請けで、カムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。ま、ある意味花屋にとっちゃ、元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや。それがきっかけでサイの瓦は機能専用になったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げて、カムロ町ヒルズの建設事業を受けよった。カムロ町ヒルズ？上に立っとったやろうが、バカでっかいビルの鉄骨が。あれがカムロ町ヒルズや。ま、俺の本間の狙いはそれに乗じて、この地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や？登場会に戻ってくれ。かしこまって。何アホなこと言うてんねん。キリュウちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の登場会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめや、キリュウちゃん。俺はキリュウちゃんの備えな姿見とうないんや。頼む、マジマの兄さん。登場会を救うにはマジマ組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないね。それなら一つ条件があるわ。なんだ？キリュウちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。で、引き受けるか？
トーナメント？どういうこと？すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。Ladies and gentlemen、 ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者、キリュウ・カズマ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星、ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。勝者、キリュウ・カズマ。伝説のチャンピオンは衰えを知りません。さあ、次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・バスター・ホーンズ。奇遇ですね、キリュウさん。総空氏と安楽氏、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。キリュウ強い、強すぎる。進化した元王者を相手に完全勝利です。さあ、いよいよ決勝戦、そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン、マジマーゴロー。半年前、このリングに突如現れた島野の強肩は今もなお負けるということを知りません。ドギモを抜く入場パフォーマンス、圧倒的な強さ。彼を倒すことができるのは果たしてキリュウなのでしょうか。今リングインです。どうや、キリュウちゃん、かっこいいやろ。たく、あんただけは読めねえな。さあ、今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。さすがキルちゃんや、相変わらずごっついな。約束だ、登場会に戻ってくれ。まあ、祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。あんた、寺田を信用してなかったのか。せや、やつは周りで言うほど立派な極道やなかったわ。どういうことだ。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木さんも。そうや、若頭代行なんぞ言うとるが、実際はお飾りや。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組み割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。まあ、人の腹ん中までは探れへんちゅうことや。ゲルちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかんの。
12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは、俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか、なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて登場会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた登場会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうね、そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。Alright guys, that's it for this episode. Thanks for watching together with me. Don't forget to subscribe to this channel if you haven't already, and leaving a like if you enjoyed the video. I'll see you in the next one. Have fun and have a nice day.